とりあえずビールをライトに勝手にビール来ました。注文してないので、乾杯。はい、結構冷えてますね。メニューも英語なんですね。ちゃんと英語書いてある。前ベトナム語だっす。意外。飯系だってビール25,000ドンいくら120円ぐらいですか。まあね、瓶ビール結構安い。でも多分これは生ビールだから安い。そうですね、ビール安い。はい、来ました。これ2人で食うのやばくないですか。でこれもうやばいじゃないですか。その前にこれを食べてよ。これ動画で撮ってください。ラムトムって言って、あんま好きじゃないんですよね。けど匂いがきついしなんでなんだろう、臭い。魚の死んだやつみたいな。エビね。なんか納豆が日本バーガーみたいな感じですね。ベトナムの納豆版みたいな、なんかその癖が強いのが美味しいみたいな。慣れればね。この量よ。まあ味は美味しいね、本当。いや味は美味しいよ。味噌汁で食いたいもん。まあそんなお腹膨れないと思いますと、この作業が。これはね。誰が興味ある？倒れそうだね。すでに。すごいよ。いくらだと思いますか。25万ドンぐらい。28。とりあえず、はいよ、私のおごりで。あとは払ってくださいよ。YouTube 終わったら。チャンネル登録まだ4人ですから、登録してください。難しいな本当 YouTuber って。難しい。結構ね、素を紹介できればいいな。ダメだわ、セッティングしたけどちょっとうまく喋れないわ。まあしょうがないか。やばい超めんどい。おおドンピンドンピン。すげえ。ちょっとここじゃないんだけどさ、ごめんね。感じか。ずっと撮ってんじゃん。